どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、楽天ペイがですね、税金や公共料金などの支払いにですね、4月17日から対応しますっていうのが発表されましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。 ということで、今回ですね、楽天ペイが税金や公共料金などのね、支払いに対応したということで、まあ、それがどうしたんだっていうね、えー、方がね、多いと思うんですけども、楽天ペイっていうのはですね、楽天キャッシュからね、チャージしてね、利用することができるっていうふうになりますんで、最近ね、お勧めさせていただいているこちらですね。 ハミックス経由で楽天キャッシュを購入して、投資信託ね、購入するのをお勧めさせていただいているわけなんですけども、まさにね、このルートで税金までね、支払えてしまうっていう風になりますんで、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 ということで、楽天からですね、こちらですね、発表された内容っていう風になっておりまして、2023年の4月17日より楽天ペイが支払い所支払いに対応したということで、こちらのね、地方統一の QR コード、ELQR っていうのはですね、利用可能になって、この QR コードで これ税金だったりですね、請求の支払いがね、えー、利用することができるっていう感じで、固定資産税とかね、自動車税とか、その他ね、1700以上あるね、まあ、自治体の地方税が、このね、楽天ペイで支払えるっていった形になるんですよね。またですね、楽天ポイント、期間限定ポイントもですね、この楽天ペイはね、利用することができるっていうふうになっておりますんで、楽天お買い物マラソンとかね、利用されている楽天経済圏にね、いらっしゃる方は、このね、楽天期間限定ポイントね、たくさん 持ってる方ねいらっしゃると思いますので、まあ、こういったものですね税金が支払えるっていうのはですねかなりいいですよね。 またね、コード決済になりますんで、手数料もね、かからないですし、どっかにね、行く必要もございませんので、自宅からね、支払いもできるっていう風になりますんで、この点はね、かなりいいですよね。で、またですね、この公式サイトにですね、楽天ペアはね、今後抽選で全額キャンペーン、またね、外れても最大1%還元キャンペーンっていうのをね、まあ、行うっていうのを、もう発表、公式サイトに、ね、発表されておりますんで、まあ最大1%還元ですので、どうなるんですかね。 2位とか3位とかまあそういう感じで分かれるのがちょっと分かんないですけども、こういった感じでね、行われるっていった形になります。で、ここでですね、楽天ペイのね、注意点がね、いくつかありまして、このね、楽天ペイっていうのはですね、 楽天カードからチャージしたりね、楽天銀行口座からね、支払ったりと、いろんなね、支払い方法があるんですけども、このね、楽天キャッシュか楽天ポイント、まあこれでね、チャージして楽天ペイでね、支払う場合っていうのはですね、一回ね、最大3万円までしかね、利用することができないんですよね。まあ公式しとね、こういった形になっておりまして、一回で超えるようなね、支払いはできないっていった形になりますんで、 これがね、今後4月17日以降ね、変更になるのかどうかね、現時点ではわかりませんので、まあもしかしたらですね、この3万円以上にはね、あの利用することができないっていうふうになりますんで、まあ第何期みたいな感じでね、分かれて請求が来る分にはいいんですけども、まあ3万円以下でないとですね、このね、楽天キャッシュとかね、楽天ポイントでまあ支払うことができないっていうふうになりますんで、まあこの点はね、注意していただければなと思います。またですね、 今回発表がされたんですけども。 利用できるね、市区町村っていうのが発表されてないんですよね。ですので、まあ私もね、aupay とかね、請求書支払いになって、あ、いいじゃんと思ってね、利用したいなと思ってたんですけども、残念ながらですね、私がね、住んでるところね、利用することができなかったりとか、まあこれも2年,2年前とか1年半前とかも結構前なんですけども、まあそういったこともありましたので、このね、楽天 pay がですね、どういった感じの市区町村でね、あの、利用することができるのかっていうのは、現在ね、 分かってないっていうふうになりますんで、今後ね、利用されたい方もですね、ひとまずね、4月17日ぐらいにはですね、支払いがね、利用できる先っていうのはですね、発表されると思いますので、またね、発表がありましたらですね、2023年度版のね、マイルが貯まる税金の支払い方法、まとめみたいなのもね、作っていきたいな、なんていうふうに思いますし、去年とね、だいぶ状況変わっておりますので、まあ、こちらについてはね、またね、まとめていきたいなと思います。 それではですね、今回ね、楽天ペイが請求書支払いね、対応になって、まあ、最大1%還元になるっていう風になりますんで、 ルートをね、ちょっとおさらいしていきたいな、なんていうふうに思うんですけども、まずね、今のところの楽天キャッシュへのね、えルートで、アメックスの場合はね、こういった形になりますよね。各種アメリカンエクスプレスのクレジットカードから、aupay リペイドにチャージしていただいて、そこからね、Apple Pay で1をまたは7個にね、チャージしていただきます。で、7個にね、チャージしていただいた方は、セブンイレブンでね、7個で支払っていただくっていうふうに、 なりますね。で、このルートだとですね、アメックスのね、還元だけ取れるっていうふうになりますので、アメックスはですね、a u p a y p r e p a のチャージに関しては0.5%、まあ、マリオットアメックスプレミアムカードだと、まあ、本来ね、100円で3ポイントつきますけども、200円で3ポイントっていうふうになります。プロパートはですね、100円で1ポイントなんで、200円で1ポイントっていうふうになります。まあ、ここはね、取れていくっていうふうになりまして、で、できればですね、この上の方のですね、ミニストップがある方はワ音ンにチャージして、 てて和音支払いでこの楽天キャッシュをね購入していただくのがねおすすめって言った形になります上の方はですねこのミニストップで 和音で、この楽天バリアブルカードって言うんですけども、この楽天キャッシュ。これをね、購入した場合もですね、ポイントがね、今のところ1%還元ね、取れるっていう風になっておりますんで、アメックスのね、そこで0.5%ね、取れて、で、和音のところで1%取れて、楽天キャッシュでね、税金支払っていただくと、全額還元が取れるか、まあ最大1%なんで、まあ0.3%とか0.5%とかね、まあここら辺がね、取れていくかなっていう、 感じになりますね。で、ミニストップでね、和音で支払う場合はですね、先ほども言った通りね、1%の還元が取れるっていう風になりますんで、和ンに関してはですね、D ポイントを経由して、ジャルマイルにね、交換することもできますし、こちらね、イオンスゴカカードが必要になってしまうんですけども、イオンスゴカ、あと JQ カードセゾン、みずほマイレージクラブ ANA カードはね、 あればですね、こちらね、ANA マイルのね、交換することができるっていうふうになりますんで、まあちょっとね、あの1、1%の還元っていうふうになりますんで、まあ1万円で100ポイントっていうふうになりますんで、まあ、これのためだけにですね、わざわざね、イオンスゴカードね、発行するのもね、 あれだな、なんていうふうに思いますんで、まあこのオンポイントっていうのはですね、オンにチャージすることもできますんで、まあチャージに使って次回のね、支払い額下げるとかね、またね、ジャルマイルの方であればですね、特にね、必要なカードなかったりいたしますので、ジャルマイルにね、交換していただくのがね、いいのかな、なんていうふうに思います。まあひとまずですね、今回ね、楽天ペイで請求書支払いがね、できるようになって、 まあ、1.5%とかね、1.8%とかね、もしかしたら2%とかね、ま、取れるかもしれないので、ま、あこの点はね、覚えておいていただければなと思います。ということで、今回ですね、楽天ペイがね、請求支払い対応へということで、動画ね、解説させていただいたわけなんですけども、いやね、このポイントキャッシュでね、利用することができるこの3万円のね、上限、これだけはね、ちょっとどうにかして、 いただきたいですかね。これがね、変更多分ならないと思うんですけども、まあ、これがね、ならないってなるとですね、またね、ちょっと利用できるね、まあ、人もね、税金もね、限られてきてしまいますので、ちょっと利用しづらくなってしまうと思うんですけども、まあ、この点もね、ちょっと注目ね、していきたいな、なんていうふうに思います。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私もブログツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげると、とても嬉しいです。 ちょっとね、言い忘れましたけども、このね、アメックスからを経由して楽天キャッシュの購入。まあ、こちらに関してはですね、解説動画と、またね、実際に利用した動画もね、出しておりますので、そちらもね、もし今回からね、やりたいっていう方は、そちらもね、参考にしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ